あ、こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。ご無沙汰してます。あ、お久しぶりでございます。いつぶりですか？あの仕事が2018年だったんで、だから多分2年ぶりぐらいですかね。あ、そうですか。はい、そうですね、ラストアイドル。そうですね、ラストアイドル。の振り付けをやっていてくださいましたもんね。あ、はい、そうです、です。それ以来ですね。仕事内容的にはもうたくさんやってるんですけど、まあ、ダンスのインストラクターと、あとはまあ振り付け師。とあと最近は演出の、まあ、演出家まではまだなってないんですけど、演出のちょっと補助でお手伝い行ったりだとか、まあ、あとはアーティスト育成に、あとは社会人のダンスサークルの運営もやってます。めちゃやってますね。めちゃやってますね。じゃあ忙しいですか今も。そうですね、まあ、ようやくちょっとコロナウイルス落ち着いて仕事復活してきて、ちょうど昨日一昨日ぐらいから新しい仕事のオファーもいらしたんで、そうですね、ようやくなんか持ってきたなって感じですね。ダンス業界はどうなんですか、コロナの影響というか。影響はかなり深刻でしたね。やっぱまあスタジオも潰れるところも何か所かありますし、あとは規模縮小、例えばまあ3店舗あって2店舗になったとか、あとはまあ僕ももともとソナポケットさんの全国ツアーに参加予定だったんですけど、3月からそれはもうバックダンスとして参加する予定だったのが、3,4,5,6,7 の全国ツアー全部飛んじゃったんで。そうです。ああ、そっか、それ全国ツアー全部飛ぶともう、まあ、そこにスケジュール開けてますもんね。そうですね、まあ、被害額としたらもう、うんうんうんですね。いや、それってクラブとかも潰れてるんですか？クラブもそうですね、最近この近くのブエノスっていうクラブも潰れましたし、あとは結構ちっちゃいライブハウスとかも潰れてるんじゃないですかね。僕もあんまり知らないんですけど。なるほどね、はい。ちなみに直樹さんのコロナ対策はどんなことやってたんですか？僕ですか。僕はもうずっと基本家にいたんで、まあただ結構やっぱ普段もう毎日動き回ってたんで、やっぱ家にいるだと心がすさんでくるんで、まあ一応毎日散歩してましたね。駒沢公園近いんで駒沢公園走ったりとか、まあ、マスクしてちょっと買い物行ったりとか、まあ、スーパーぐらいですかね。でそれで大体2ヶ月間は仕事してなかったですね。3の終わりから3、4、5ですね、2ヶ月ちょいです、ね。へえ。復帰はいつからですか？復帰は、まあ、5月の終わりぐらいから振り付け自体はちょっとその前倒しでやってたところもあるんですけど、がっつり そのレッスンだとかの復活は6月の頭からでした、ね。あ、はい、なるほど。レッスンのやり方は変わってるんですか？変わってますね。あの最近は、まあ、スタジオによってなんですけど、まあ、スタジオによってはそのなんていうんですか、ソーシャルディスタンスを保ちつつかつビニールシート貼ったりする、上からのフックみたいなのかけてでやったり、スタジオもあったり、あとは大体は定員制ですね。あ、例えばその平米数に対してソーシャルディスタンスを保ってるように、まあ、人数を調整してで事前に予約制にして、でそれで受けるっていうような形になってて、そうですね。ただ面白いのがコロナ前よりなんか全体的にレッスンの人が増えてる。あ、そうなんですか。へー、なんでですかね。不思議なんですよ。いや、なんか多分この長い時間やっぱ運動できなかったストレスだったり、まあ本当に太っちゃったりだとか、だから運動需要が爆上がりしてて、へー。でかついつもだったらレッスンって最近都内だと受け放題のスタジオがメインだったんで、誰でもいつでも行けるよっていう、どっちかというとその生徒の方がこう強いというか、先生を選べるよ、気に入らなかったら行くのやめたみたいな感じだったんですけど、最近はその予約してもそのレッスン来たくても行けないんで、多分それが逆に行こうになるっていうところもあるんじゃないかなっていう。なるほど。もうちょっと行列のできるラーメン店みたいになってたし、だから予約取りたいしかつ運動不足だしっていう、そのダブルでめっちゃ人増えてます。あ、ちょっとしたコロナバブルというか。そうですね、コロナバブル来てますね。レッスンの方は実際そんなに別に僕らの金額的には変わらないんですけど。あ、そうなんですか。まあ、そうですね、僕らは人が増えても大体固定のレッスン費っていうのが多いんで、大体一般レッスンいくらで月にいくらですよっていうのがパッケージ化されてる感じなんで。ああ、そう、それの運営してるところにじゃあそうですね、ガブコップ入ったり。あ、なるほど。まあ、
結構運営してるところもなんかいっぱい大会社が出たとかで大変らしいんですけど、ああ、そうか、じゃあちょっと実際のところはあんまり分かってないですねでもじゃあ取り返す見込みが出てきたぐらいの感じってことですね。そうですね、多分そうだと思います。へえ、確かにあれっすよね、きっと。あとリモートで出社する人少なくなったから、はいはいはい、絶対自分の時間増えてますよね、多分。いや、そうですね、確かにそれはあるかもしれない。あとそうだ、学生とかが普段、例えば僕もこれから2時半からレッスンあるんですよ、平日の2時半。普通学生とか社会人来れなかったんですけど、最近リモートだからなんか行けちゃいますみたいな子も増えて、だからやっぱそのおっしゃる通りです。ちなみに、はい、直樹さんは今いくつでしたっけ？僕32歳です。32歳ですか、はい。いつからダンス始めたんですか？僕は16の時に始めましたね。中学校3年生から高校1年に上がる途中の春休みか、そこで始めました。それどうやって、なんかきっかけあったんですか？きっかけはもともとずっとなんかやりたいなっていう気持ちは多分あったんです。ちっちゃい頃例えばポンキッキーズで三浦大知が昔組んでたフォルダーとか、はいはい、なんかジャニーズジュニアの八下 J みたいな見てこう憧れていたんですけど、その時ダンスやるっていう発想まで広島にやってる人いなかった。広島なんですけど、はい、ちょうどまた高校生になる前、中学校3年生の時に岡村さん、ナインティナインのめちゃイケで踊ってたんですよね、エグザイルとかと一緒に。へー。でそれとあとはそのスマップの中井さんとかが踊ってるの見て、でかっこいいみたいな、それで思ってたタイミングで、最近その頃はよく言うようになったんですか、ダンスとかやりたいなみたいな。そしたら親が近所のチラシを持ってきて始めたっていう。へえ。そのチラシってのはダンススクール？あ、そこはスポーツジムでしたね。普段そのおばちゃんとかおっちゃんがエアロビみたいなでよく通うようなスポーツジムに、たまたまその短期のヒップホップ入門みたいな、へえ、初めてヒップホップみたいな感じですね。はは。あって、そこに行ってましたね。あ、そうなんですか。はい。そっからプロになるまでどんな感じなんですか？もともとその後大学に行く前に大学受験をして、でここで東京来たんですけど、青山学院っていうところに行きたくて、はいはい、そのまま頑張って勉強して、やっぱその時もプロになる気はなくて、ただダンス楽しいからやってるっていう、まあ、高校生って大体そうだと思うんですけど、はいはいはい、でやってて、で大学になってもやっぱダンスってやってたから、サークルとかで続けて、でその途中でなんかあるバトルに出た時、ダンスバトルですね、に先輩から声をかけられて、それでチームに招待されて、でそっから大学 2,3 年からチームで活動して、でその先輩が結構年上で、ちょっと渋谷で少しブイブイ言わせた方だったんで、すぐなんかゲストみたいな扱いになれて、ほうほう、そのギャラもらえるみたいな。あ、普通なかなか大体、まあ、10分の1ぐらいですかね、ゲストになれるとしたら、全チームの中で。ほうほうほう。だから僕らのキャリア的にも普通なれなかったんですけど、まあ、運が良くてたまたまそういうゲストになって、でそのままずっと活動したんですけど、就職して1回。ほうほう。何で就職したんですか？住宅販売です。オープンハウスっていう会社に就職して1年ぐらいやってたんですけど、結局まあ普通に単純にめちゃくちゃきつかったっていうのもあるし、休みはないんですけど、あんまり その当時はですね、はあ、でもその正月だけなぜか2週間ぐらい休みがあったんですよ。ああ、はいはい、オープンハウス。はい。でやっぱ不動産その時期来ないからだと思うんですけど、でその時期にたまたまその昔入ってたチームから久しぶりに踊らないかっていうオファーというかが来て、でそれで久しぶりに踊ったらパキーンってめちゃくちゃ楽しいみたいなそう、そこでもう完全にバネが外れて、だいたいその休み明けに辞めましたね。あ、もう仕事。へー、早ー、すごい。もうダメだ、もう即行動そうですね。へー、それその時そのなんていうんですか、そのブランカーって戻れたもんなんですか？結構。いや踊れなかったですね。だからやっぱ22ぐらいの時にその若くしてゲストとかになれてたんで、同い年の友達より正直ちょっと高いポジションにいた状態だったんですけど、そのやっぱ久しぶりに会ったその友達とかには逆にも上からこう、あ、自分抜かれてたの。そうそう、お前ダンスなんかさ下手になったねみたいな。へー。結構それでクソって思いながら、だからまあ初めその後半年から1年ぐらいリハビリ期間みたいな感じでやってましたね。ダンスレッスン通いながらチームで活動してみたいな。あ、じゃあ感覚取り戻すというか。そうですね、そんな感じでやってて、でようやく1年後ぐらいにダンスレッスンの話があったり、あとはなんかオーディションでミンミさんのバックダンスの話があって。あ、え、ミンミってあのチャナナナナナ、あの、ミンミさんのバックダンサー。そうですね、になって受かって、
で、その時はそうですね、まあいろいろめっちゃ嬉しかったんですけど、ダンススタジオの専門学校だが主催するオーディションだったんで、まあ、規模的にそんなにめちゃくちゃ大きくなくて100人ぐらいのオーディションだったんですよ。ほうほう。まあ、だからそこから受かって、でそれで初のギャラっていうものをいただいて、それが初めてのバックダンスの時でした、経験でした。その時とまだ別に、じゃあ休業の時は食えないですよね。はい、バイトしながらだったんで。どれぐらいからダンスで来るようになったんですか？そのもうさらに1年後か半年後ぐらいに、なんかあの AKB さんの仕事が始まったんですよ。へえ。そう、仕事内容はあの元々秋彦さんっていう振付師の方がいらっしゃって、その方が AKB のウザっていう曲を振り付けして、でそれがその振りが難しすぎるんで、まあ、普通は先生がいて普通に振り写ししてって感じなんですけど、そのまあたまにあるんですけど、その16人全員にそのダンサーをつけて、はい、でそれでそれぞれの指導係に当たらせるみたいな仕事があって、でそれの一人で僕も入って、でそっからなんかもう一曲別の曲入った時にもまた一緒にまあ、入らせてもらって、まあ、それがまたずっとどんどん続いて、で僕だけのなんか案件になったりとか、なんかそういうのがいろいろ続いて、気づいたらなんか僕だけずっとやってたみたいな感じで。僕だけの案件ってのは どういうことですか？僕だけの案件、なんかあのたまたまその流れであのチーム K の単独公演があった時に、なんかそのうちのユニット曲1曲を振り付けしてくれっていう話が、その僕がもともと依頼されてた会社から来て、でそこをやったりとか、あとはそこの中でその SKE の, その演出をされてる方との出会いもあって、その方からいろいろまた別の仕事をその関連でいただいたりして、最近はその SKE の振り付けやったりとかっていうのまで派生して、もうかれこれ何人やってるか分かんないぐらい細く長くやってる感じですね。へえ。あ、じゃあそのやっぱその AKB 関連の仕事で振り付け師としてお仕事が増えてったって感じですか？はい、そうですね。それで、まあ、ある程度仕事のやり方に慣れたりとか、まあ、コミュニー何ですか、人脈が増えたりだとか、でそこでまあその流れでラストアイドルとかもあったりとかしたんですけど、はあはあ、ここからちょっとずつ仕事が増えて、山下智久さんの、バックダンスやったりとか、はあ、なんかちょっとずつちょっとずつ仕事来ると、それがなんか意外と呼び水になって全然違うところが来たりもしたんで、へ、まあ、そこら辺からちょっとずつ仕事が増えましたね。サラリーマン辞めて2年後ぐらいから増えたって感じですかね。なるほどね、うん。2年後って何歳ですか？24、5ぐらいですかね、大体。あ、もう早いとかすごいですね。ちょい早めでしたね。そうですね。すごいですね。たまたま。いや、でも。で、あとはめっちゃ節約してたんで、まあ本当、まあ、それこそもやしご飯じゃないですけど、まあ、もやしはあんま好きじゃないってあれなんですけど、まあカップラーメンとかばっか食べてたりとか、はあはあ、もうだから普通に近所のパン屋でパン買うのすらやっぱ贅沢だとずっと思ってたんで、そんぐらいの金銭感覚ですね。コンビニでもやっぱ常にお金を気にするしみたいな。あ、まあ、一応そのダンスで生活はできてるけど、まあギリギリの生活っていう感じでしたね当時。なるほどね、はい。ここからその25から今に至るまでで、振り付けとバックダンサーとレッスンと演出補助とあとサークルの運営ですね。サークルの運営って何なんですか？あ、それサークルの運営は確か5年ぐらい前からやってるんですけど、社会人を限定にしたダンスサークルっていうのを運営していて、はあ、まあ普通のダンススタジオのレッスンにちょっとコミュニケーションを追加したみたいな感じなんですけど、はあ、イメージはめちゃくちゃ分かりやすいのは大学のダンスサークルの社会人版みたいな感じをやってて、でなんか理由的にはなんかその僕もともと青学のダンスサークルに入っていて、そのダンスサークルがめちゃくちゃ楽しかったんですよ、はあ、やっぱり。へー、いっぱいたくさんその広島にいなかったようなダンスのいろんなジャンルの仲間がいるし、はあはあ、もう男子校だったんですけど女の子もたくさんいるし、なんかいろんな意味で超楽しかったんですよ。合宿があったりイベントがあったり、はあはあ、飲み会があったり、はあはあ、ダンスバトル出たりみたいな。だからまあその思い出が結構まあ残ってて、25ぐらいかな、それぐらいに立ち上げて、でそこからずっと運営してやってますね。今何人ぐらいいらっしゃるんですか？大体なんか LINE に登録してる人だけだと300、めちゃいますね300人。そうですね。でまあアクティブに活動してる人はまあ130ぐらいなのかなって感じですけど。え、それ今日ダンスしますみたいな感じで集まるんですか？あ、毎週同じ曜日にやったりとか、まあ僕の仕事の都合で例
例えば急にツアーが入ったりとかすると行けなかったりするんで、まあ、結構まばらなんですけど、基本は一応毎週やるよっていう感じでやってますね。それって素人も、ダンス素人も参加できるんですか？あ、そうですね、もちろんダンス素人も参加してますね。そのダンススタジオに行くのはちょっと若い子とかバキバキな子多くて怖いけどっていう層も結構いるんで、はあはあ、だからまあ内容自体めちゃくちゃ優しすぎるかっていうと僕はやっぱ退屈しちゃうんで、そんなに優しすぎはしないんですけど、そのフォローはしっかりするって感じですね。はあ、踊りはまあまあ踊るんですけど、だけどそのちゃんと、あ、ここじゃあ君は今日は次全部はできないけどこのステップだけは絶対覚えてねみたいな感じで、まあちょっとずつちょっとずつ引き出しを増やしていこうねっていう話をしながらやってます。なるほどね、なるほどなるほど。それ大きいスタジオ借りるんですか？そうですね、結構普通に40人ぐらい入れるスタジオで。へえ、うん、店員オーバーしないですかそれですよ？あ、全然大丈夫なんですよ。その結局1回に来る人は測れないんで10人ぐらいの日もあるんですよ、むしろ。あ、なるほど。日もあれば急に30人40人の日もあったりとか、イベントだけ出る人とかもいるんですよ、イベント芸人的な。あ、はいはいはい、楽しいことだけ年に2回イベントやってるんですけど、そのイベントだけ出るとか、年に1回 その夏合宿やってるんですけど、夏の合宿だけ来るとか、はははだからそういう人も含めての、まあ、150人くらいかアクティブがなんで、だからまあ実際ワンレッスンに来るのは意外とオーバーしない。なるほど。多分オーバーしだしたらまた多分あの新入生をカットするんで。なるほど、うん、そういうことなんですね、面白い。ちなみにじゃ今の目標は何なんですか？はい、そのいや目標がそれがもう一番悩んでるというか、その、まあ、社会人ダンスサークルを運営して大きくしていくっていうこともまあ一つ楽しいは楽しいんですけど、やっぱり振り付けしてる時もすごくなんていうんですかな、やりがいを感じるというか、うんうん、やっぱメディアの仕事はやっぱ昔からやっぱ憧れてたんで、ただあとはその演出補助の仕事もすごいこう頭をめちゃくちゃ使うんで、はあ、その振り付けは1曲をプロデュースするって感じなんですけど、演出はその全部 そのライブをプロデュースするんで、なんか振り付けよりもさらに大きい、はあ、なんか意味があってやりがいがあるって感じなんで、だからまあ最近はそのサークル運営もしたいし、振り付け師としてもっと有名になりたいし、演出家にもなりたいしみたいな、結構そういう欲張ってます。なるほどね。じゃ例えば50歳になってた時、はい、40歳でもいいか、はいはいはい、8年後 どうなってたんですか、40歳になった時。いやー、だから結構昔から何かになりたいって決めるんですけど、結局経験していくごとにその価値観って大きく変わるじゃないですか。ほうほうほう。僕例えば僕大学の時はバトル大好きだったんで、バックダンスなんて同じ動きするだけじゃんみたいな、あんなの絶対興味ないわって思ってたんですけど、ミンミさんのでまあやったらめっちゃ楽しいと思ったんですよ。へー。だから結局なんかその将来こうしたいって決めても、結局その都度都度会う人やることでやっぱ主張って変わってくるんで、結局何がしたいかっていうとこの3個のどれかをしたいっていう現状は感じなんです。なるほどね。もしかしたらそのやっていく中で新たに面白いこと、例えばもしかしたらプロデュースが楽しいと思うかもしれないですが、例えばアイドルの僕が振り付けをきっかけにそのアイドルの SNS に口を出して、衣装に口を出して、歌にも口を出して、気づいたらプロデューサーになってたみたいなこともあり得るじゃないですか。だからもしかしたらそっちが楽しくなるかもしれないんで、だ結局何をしたいかって言われたら分かんないです。楽しく仕事したいなってことですね。まあ、そうですね。面白い仕事いっぱいしたいなっていう。そうですね、はい、逆に一番大変だった時期はいつですか？大変だった時期はやっぱり、いやでもその25ぐらいですかね、5、6ぐらいの時、やっぱ一人暮らしをしていて、なんとなくこう男性生活はできるんですけど、そんなたくさんは仕事なかったんですよ、初めの頃。ほうほう。だからめちゃくちゃこう収入にアップダウンがありまくって、だからまあ節約してるんで、アップした時もその貯めてるし、ダウンした時はそこで使えるしで、まあ生活はできてたんですけど、やっぱり SNS とかでその周りの友達とかがこう誰々のツアーを回りましたとか連絡を見ると、もう一気に結構その時期はもうやばかったですね。もうだから予定なくて家にずっといるみたいな、夏のカンカン照りのめちゃくちゃいい天気の中に家にずっといるみたいな。あ、そのエアコンも節約してるから使わないみたいな。いや、そこは使ってましたけど。確かにだけどまあそこら辺はやっぱりもう心がすさんで、ただその 1,2 ヶ月何もないだけでもやっぱそんな気持ちになってて、まあそれは未だになんですけど。まあそうか、特にコロナの時とかあれですね。そうですね、コロナの時もだからもう本当に俺誰かから必要とされてるっけみたいな感覚に
なりましたね、正直。あれ、ご結婚されてますよね。あ、結婚してますね。いつ結婚したんですか。結婚は4年前ぐらいにしましたね。へえ。で、そのまま知り合って、そのままトントントンと、まあ1ヶ月後に同棲して、で、まあその1、2年後に結婚したっていう感じだったんですよ。あ、そうなんですね。はい。お子さんもいらっしゃいますか。子供も最近できて、2月に。あ、2月に生まれたんですか。はい。だから最近ずっと子供と一緒にいました、コロナ期間。そうかそうかそうか。そうっすね。へえ、はい。最近は誰の振り付けしたんですか、ちなみに。あ、最近は、あ、ちょっと有名どころだと、あの鬼滅の刃のアニメの振り付けを。アニメの振り付け？で、いや、なんかそのそれはもうちょっと結構変わってるやつだし、ちょっとだけなんですけど、あの、かまど炭治郎っていうのが主人公。見られました？はいはい、もうあのアニメまでまだ見てます。かまど炭治郎がなんか、あの、水の呼吸しか使えない時か、その後なんか火の呼吸になる時の振り付けなんですけど、はいはい、あの、一回かまど炭治郎やられかけるんですよ。で、そこでこうパッと昔を思い出した回想シーンで、はい、お父さんのかまど炭治郎を思い出すんですよ、はい、で、お父さんはその火の仕事をする人だったんで、そのお父さんが昔踊ってた舞、あ、みたいなシーンの舞のシーンの振り付けを僕がやってます。あ、そうなんですか。はい、日の神神楽っていう、確かブーですね、ブーの名前が、あ、なんか火の中で踊ってるシーンの舞のシーンなんですけど、あれ、それって誰が敵ですか。敵は誰だっけ、森の中で、あ、雲のやつ、あ、雲みたいなやつでしたね、確か。ああ、そんなシーンあったか。そのシーンのパッと振り付けを見つけます。すごいっすね。そんななんかあれそんな、それはどういうルートから来たんですか。なんかそこはあの UFO テーブルさんっていうそのアニメの制作会社のところから連絡があって、でもそこは実はもともとその前にアイドリッシュセブンっていうそのアニメ作品があるんですよ。ゲームとかアニメとか、はあはあ、それも結構人気コンテンツなんですけど、で、そのアイドリッシュセブンっていうのはその作品の名前でもあり、一つのグループの名前でもあるんですよ、はあはあ、僕もそんな詳しくないんですけど、確かアイドリッシュセブンが単体でいて、はあ、それでシリーズでどんどんその仲間たちが出てきてみたいな。なるほど。で、全部で4つか5つか、なんか確か仲間がいるんですけど、で、その仲間のうちの一つで代表的なその PV を撮りたいっていう仕事があって、で、それがツイッターで連絡が来て、はあはあ、で、その振り付けをその UFO テーブルさんから依頼していただいてやったんです。そのズールっていうグループなんですけど、はあはあ、ぜひ見ていただきたいです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。そっからの流れで、で、まあ、あ、そういえば直樹さんっていう人いたなみたいな感じで、多分その、あ、じゃあついでに鬼滅もお願いしちゃおうみたいな感じだったと思うんですけど。へえ、すごー。はい、面白い。ちょっともう一回見返してみよう。あ、ここ直樹さんかっていう。ぜひ見てください。ちょっと一瞬なんですけど、ネットフリックスでちょっと見てみます、ね。はい、そう、子供たちのスターにはちょっと慣れましたね。ああ、なるほど。あれみたいな、あれみたいな。でも全然本当音もないし、ただ普通に何も無音でちょっとだけ踊ってるだけなんで、もう大して期待しないです。あ、いや、わかりました。いや、でもちょっと見てきます。それ注目して。OK です。ありがとうございます。すいません、面白かったです。あ、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。